はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター6ですね。村長から逃げてきたところになります。ハンドガンの弾があるで、武器商人のところに着いたんで、一旦セーブしたところで前回終了したので、この先へ進んでいきましょうと思ったけど、こっちは戻るんだ。ん？こっちか。上に行って、気をつけて。何が？いっぱいあるアイテムが。これ村長戦じゃない？そうだよね。ショットガン使え。死ぬのに必死な戦い。あなたの身体を神の意に。あなたは帽子大切なんだな。grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run. Okay. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You want to get ugly? このまま戦闘か。そうだね。メンデスを倒す。ちょっと待ってくれ。確か、そう、上に登れたはずだから、上にいた方がいいと思うんだよね。これは解消しとこう。L1 すぐ出ないのよ。だから待って、タイミングが、あ、そういうことがあるな。パリ、あ、なるほど、短ってか弾が入ってる。パリからどう、あくまでパリができるだけ。 R3 の回避がないな。とっさに出てこない。もう一発くらい耐えられるか。あ、どうなった、どうなった、これいける。ちょっと待って、遅いよ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 。で、そしたらまた上に行こう。これさ、登ってる時は無敵かな。アクションコマンド一瞬でやっぱり成功するんだもん。ほらね、LG 逃げながらだったら多分かわせるからな。あれ、しゃがむんだろうけど、しゃがめません。赤緑緑か。これでどれだけ回復するかだな。まあ一応体力半分くらいだから、半分にはなるか。はい、ちょっと村長戦もしかしたら練習が必要かもしれない。パリーして、パリーした後に何かできるのか。このとこちょっとハンドガンで頑張ってるな。痛い、やばい。あるってか、ナイフの耐久度がなくなる。下には下でアイテムがあるから、それを回収。パリー、パリーで多分使っちゃってるからな。まあ多分その後だよね。上半身だけで生きてるか。ちょっと下に来ちゃってるな。回収だけしとこう。サブマシンガン、ハイランからクラフトしよう。緑だな、これはもう。緑を使おう。使おうっていうか作ろう。あ、ちょっと待って、捨てません。これをここに持ってくるのか。ちょっと待って、アイテムの移動。こうの
効果。あれ赤ハーブ、あ赤ハーブを取ったのか。痛い。ひでえ登れねえやんけ。ああっちか。痛い。死んだ。これさ最後根性みたいな感じで耐えるよね。ここだけ回収はしておきたいけど、下はやっぱり危険だな。上に逃げよう。いってこれライフルの方がいいか。ライフルをそのまま装備しよう。見えん。てか近くに来てるし。ここもじゃあショットガンの良さそうじゃない。ほらどこを狙えばいいんだ。そもそも一発耐えられるか。何か起こってんな。ショットガンタップと手榴弾。ああなるほど。遠くにいるときはなるほどね。なんか動きを立ってる。回避って。マジあの回避ができない。クラフト緑赤。これでも回復なくなっちゃうよね。すでに やってくるはずとか言って一定の距離を置きつつ、ああでも近づいてきたらあれショットガンでいきたいけど、ぶっ刺す。なくなった。ちょっと待って、キッチンナイフがまだあるね。キッチンナイフでなんとかやろう。てか普通にハンドガンでもなったらなんだ。先行手榴弾って聞くのか。キッチンナイフ待ってドラム缶やばい。しかしドラム缶はこれなら横に逃げよう。あなんかこれは横に逃げよう。溜めてんな。チェーで投げた瞬間に踏まないと、これあったスペースが取れん。これ来たからこれはもう完全にショットガンに切り替えて、ここはもうバン撃ち尽くす。待て、R3 回避どうすればいいんだろう。全然回避できない。よし倒した。なんだかんだでハードガンに頼り切ったな。ああ目玉が落ちた。そうだこの目玉アイテムで使うんだ。おお怖っ。ちょっと待ってアイテム割と取ったよね。これから脱出する。ちょっと待って、どうしたのって言われても違うな。ここか。ここからまた進んでいくか。アイテムを一回、これぶっ壊れちゃってるからナイフ、キッチンナイフどうなんだ。今3本あるけどね。まあ少し
スペースに余裕があるのと、ガンパウダーもまあまあ、これがでかいんだよな。ボトルとかボルとかいるっていう。先行手榴弾が2つか、ちょっと自動整理して、まあハンドガンの弾がそれなりにあるから、これこれでいこう。ちょっと待って、レオンじゃアシュリー今くっついてきてなくない？ I won't let that happen. よし、 OK、 I promise。 あれもう古城に入るんだっけ、こっから。こっちの方とかなんかある、トラックの上になんかあるかなと思ったけど、何もありませんでした。閉じ込められた。What's going on? Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. これでチャプターエンドか。まあ、このまま進んでいきましょう、次のチャプターへ。あ、リザルト全部見れんじゃん。タイプライターでセーブはして、先へ進もう。お前も通信機あんのか、そういえば。Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Luis just said. I got it. Yes, we better get going.マップ更新、金。あれどこにいる、あいつ。とりあえず回収できるものを回収しとくか。金ばっかだな。それなりに弾持ってるからかな、回復がないんだよね今。この中、新しい物。いやすげえ、あれ超いっぱいあんじゃん。セミ落としのライフルいいな。ブロックンバタフライ、マグナム 30% オフ、マグナムのレシピの弾が無料、超欲しい。ブラックテイル性能良さそうだな。切り替えの時期が来たか。ただ金もないし、まず売却する。これもいらない。ベルベットブルー自体はもう売却専用で、これはめろってことか。あれレッドナインとかめちゃくちゃ高く売れんな。確かに威力は高いからな。これ2つ売っちゃって作るか。これどういう組み合わせがいいんだろう。宝石、あ、一覧があるじゃん、5つ。これ5つもできないかな。トリオが3つの中ではサービス的にはいいのか。でトリオができるのはこれだけ。安トリオで行くしかない。あ、これどこにはめんの、うん、違う、これ形がはめらんねえわ。四角いやつしかはめらんねえわ。あ、そうだ、なるほど。ちょっとこれ取っとくか。じゃあ今のとこできるのはこれだけだな。トレードはくぼみ。あ、これでも依頼、何があるの。墓荒らしやってねえし、期限切れ。もう城に来ちゃったからか。特殊改造チケット、限定仕様改造。え、何これ、数が足りない。30個とか。
レザー、ハーブ赤がドロップしやすくなる。いやちょっとスピネルが全然足らんわ今んとこ。いろいろと集団性能向上、レッドライン用か。油断戦金が足らんな。8万6千くらいで売れる。これ安っサブマシンガンボルトスローはどうなの。まあ確かに感知式の起爆結構役だったけどね。コンバットナイフ直さねえと。そういえば5000円かちょっとするな。Got a selection of good things on sale, stranger. そうするともう、これ何作れんだっけ。甘いが作れんのか。8個、いやー悩むな。ガンパウダーまあそれなりにあるか。ちょっと何かにやっぱり集約させた方がいいかな。その拳銃が今多すぎるんだよね種類が。だからアイテムがやったら、ここにだってマグナム入ったらさもう無理でしょ。やっぱボルトスローはいらねえか。だからサブマシンガンいらねえか。サブマシンガン使い切ろう。サブマシンガン自体は上にしてるから、ちょっとサブマシンガン使い切る方向で一旦行きます。あれなんか望遠鏡なんだ。注目、courtyard's gotta be through that gate. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. 閉められちった。下にもいたよね。Crossbows, huh?Something tells me they don't want to be friends. ここからライフルで狙えないの？ Things just keep getting better. まあいっか。どういう、あ、いるな。ん？ What are they? どれ？ Keep your voice down. 横から行く感じ？そうだね。ちなみになんかアイテムあった。ない。ちょ、音を立てるなんかってめちゃくちゃうるせえんだけどどこでこう見つかるかだよな。なんだあいつ。サブマシンガン、はい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 、でかっ。しまったって何、見つかったってこと。それ体力全然ないんですけど、回復できるものがない。これ先行手榴弾で倒した方がよかったかな。ショートナイフ、ナイフも結構いっぱいあんな。こっちは特にって思ったらこれ壊せるんかい。使い切ったらちょっと武器商人のところに売りに行くのはありかもな。よし、ハーブ。しかしハーブ1個だと心もとないんだよね。金、城に入ったけどさ、クロスボウ軍団がいるんだっけ。見つかった。どっかちょっとその隠れられるところ、あ、ここだ。あれ、アシュリーどこ行った。アシュリー、ここに隠れさせよう。今くっついている。ここだな。どうだ、当たってねえな。プッチしないと弾が無駄になる。上にもいるか。
やつらも隠れてくるな。手榴弾でなんとかする。普通の当たんね。ここちょっと怖上まで行くか。制圧する一気に。おおえってか何アシュリー来てんのお前。投石機か。おお待ってどこまで来る。来たおびき寄せよ。ほらあれに巻き込みたい。こっちは大丈夫かな。ちょっとアシュリーが心配だよ。一回このまんま。うん、どっちだこれ。意味なかった。I guess this is their idea of a warm welcome. ちょっと傾くってなって。あと15個。一匹くらいは倒せそうだな。おう、ん？ちょっと待って、どっから来たん？お前、この野郎。あと3つか。ここ中入れる？Looks like we'll have to get creative. 強引に行くしかないって。ちょ、待って。来てる。ぶっ壊すってこと？いや、ちげえな。道がわからん。こっちか。サブマシンガンゲットしてしまった。多分ないからね。サブマシンガンの弾がないから。あそこになんか、青いあれがあったな。さ顔にさなんかつけてる。ねこれはちょっとマジでめんどい。3発かもこれ。3発どうにかなる。どうにもならんわ。あ切れる蹴れる。よしサブマシンガンちょっと使い切ったけど、サブマシンガンを多分持ってる限りサブマシンガンの弾入手するよね。Yeah, no sweat. どういうルートで行けばいいんだ。あいってやべえ体力ねえから死んだわ。これ投石のところって あれあるな。これ狙って倒せないのかな。ちょっと弾なくなっちゃったよ。これポンってやってさ、あれ樽。あとどっから来てる。 あそこか。こっちだな。アシュリーここに完全に待たせたいんだけど。スプレッドアウト。ここ行って、ちょっと待って、敵しかも、おお落ちたよ。こいつは使えそうだ。どうする、どうやって使うの。青いやつあるな。ちょっと青いやつあるけど、今それどころじゃなくて。おーおー、上に行ったのか。なるほど。で、また上に戻んなきゃいけないのね。ガチャって開きそうだな、あれ。そういうあれではないか。で、これ、こっから上に戻るって感じか。金、600円。城の間取りがわからん。厄介だな。これどっから行くんだ。しかもこのまま上か。ライフル、羽
からの ここ焦げてるからちょっと当たりそう。あ、でこれあっち側だ。ゲ、またサブマシンが手にしてるゲとか言ってるけど使っていこう。丸いくぼみのでは、え、もしかしてここ狙われた？狙われてんな。あった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 。この大砲、ちょい、人やこいついたな。シェイ、てめえ。ちょ、待って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 。痛い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 。むずいむずいむずい。これしかないから使うしかない。待って、近い近い近い。一回さ離れよう。いって大丈夫です、まだ大丈夫です。これどうすればいいんだ。は、発射、死んだんだけど。むずい。Ashley, you all right? Yeah, thanks. よし、これでどうすんだ。だから発射ってさ、これこいつら発射できる。倒した。あ、装填速度がある。来たら一問大事にしよう。さあ来い、集まってこい。ほら倒した。はい、ドン、倒してんな。で、要はこれを狙えってことでしょ。 OK、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  It's open! Go!これ普通に行けばいいのか。おー、行ってここ当たるんか。投石機がすげえ厄介だ。今金があったけど、あ、取れた。中に入って紙があるな。これを見てみよう。青のメダリオン、破壊さん、スピネル5。ちょっと後で頑張ろう。これ中に入るとどうなる。あ、武器商人がいますね。という感じで、じゃあ中に入れたので一旦ここで終わりにしますか。そう、ちょっともう装備だいぶ整えました。あのライフル変えた、スティングレイに。でもさ、これあのスコープがないんだよね、撃つときに。これで撃たなきゃいけないからスコープないのがちょっときついんだよなと買ってから思った次第でございます。というわけで今回はここで終了したいと思います。じゃあ次はこの古城の中ですね、進んでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。